人間め、証拠にもなくまた来た。させないよ。今度は僕がいるからね。助っ人というわけだ。いいぞ。そうでなくては破壊のしがいがない。あんたね、話は聞いたわよ。ずいぶんと暴れ回ってるらしいじゃない。どうしてか。それが私の衝動なのだ。電脳空間にあふれる人間どもの悪意がダイレクトに私を蝕んでいる。衝動が私を突き動かす。様子がおかしいよリナ。壊したい、壊したい。こんな衝動は全て人間のせいだ。欲望の赴くままに行動する、それが人間の本性。この電脳空間ごと現実世界を破壊してやる。はあ、何それ、人のせいってこと？自分の破壊衝動なら自分で何とかしなさいっての。自分の行動の責任は自分だけにしか取れない。そんなこと私だって知ってるし。ってことはあんた私以下ってことで OK？なんだと？あんた全然私たちのことも分かってない。だから軽くボコって。生意気な小娘が私を止められるものなら、ブイブイやっちゃいなよ。パート2。オーライ、さあ行くよ。何度でも振り切ってやるわ。貴様の命運はここでついえる。Thank you.
撃を受けよ。私のスピードについてくるとは早くとどめを刺すがいい。とどめ？何それ、そんな。おので情けをかけるつもりか。違う違う、言ったじゃん、じっくり話し合わない。私としばらく一緒に旅でもしない？私もブイブイもまだこっちの世界にいるつもりだし。私が人間と旅だと？何をたわけたこと。だって人間の嫌なところばっかり見ちゃったみたいだしさ、人間が全員嫌なやつって思われるのも尺じゃん。だからしばらく一緒にいれば誤解も解けると思うんだよね。それが本当に誤解である。もしこの世界でいいところが見つからなかったら私たちの世界においで。おそんな馬鹿げた提案に私が乗ると思っているのか。おお
いいだろう。その能天気さに免じてついていってやる。その代わり、人間のいいところが見つからなかった時は。オッケー。じゃあこの世界を見学しよう。どこから行こうかな。話を最後まで聞け。出発。あ、ちょっと待ってよリナ。それじゃ僕たちの力が必要になったらいつでも呼んでよね。そうか、おそらくスレイプモンは迷っていたのだろうな。実際は駆け巡っていただけで被害は出ていない。何かを吹っ切ろうとしていた、そうは思わないか。しかし篠宮里奈という娘、いや彼女については何もと思い、ともあれアルフォース V ドラゴンは得難い戦力だ。ミカグラミレイにも感謝しなければならないな。そうだ、彼女のために新ブレンドを開発するとしよう。なんだその微妙な顔は。彼女が私のコーヒーの味を介さないとでも思っているのか。今まで秘密にしていたが、彼女は私の創作活動の良き理解者であり、私の四大傑作レシピの一つ、カツオだしとバルサミコ酢ブレンドは彼女の発案だ。なかなか順調にロイヤルナイツを仲間にできているようだな。だがドゥフトモンもこちらの動きは承知しているはず。気を抜くんじゃないぞ。おお、伊達君からの通信とは珍しい。おい探偵、今度は浅草に例の化け物が出たらしいんだ。私たちは今そっちまで手が回らねえ。様子を見に行ってくれ。頼んだぜ。今ので依頼をしたつもりなのか。これじゃあまるで町の便利屋さんじゃないか。ごたごたのせいで契約周りが曖昧になっているようだ。経営としては問題だが、この状況では仕方ないか。例の化け物、イーターが出現したのならば状況が動いたのかもしれない。さあ君の出番だぞ。場所は浅草だ。急いで向かってくれ。
無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。行くぞみんな。行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。君
がいてくれてよかった。何しに来やがったんだ。俺はこいつに用がある。ちっ、厄介だな。
突っ走れ。そこで見てろ。こんなことができちまうんだぜ、俺。これがスエドウがくれた力だ。食ってやる。もっともっと。哀れな。だ。奇妙な気配を感じて来てみれば、おぞましい姿になり果てたものだ。お前はもはや人ではない。それがどうした。人間のままじゃダメだったんだ。だから飛び越えただけだぜ。そうか、ならば倒さねばなるまい。せめて安らかに送ってやろう。邪魔をするな。たとえ友人でも感情で動いてはさらなる混乱を招くだけだぞ。その行為が友をさらなる闇へと突き落とすことになるのだ。人の言葉を返すうちにほふってやることもまた情け。ごたく並べてないでさ、来るならさっさと来いよ。まだロイヤルナイツは試してねえんだ。てめえを食って強くなる。ロイヤルセーバー、これは防げない。仕留める。なんという力だ。すげえ、すげえぞ。これが俺の力だ。これさえあれば、この力さえあれば。止めるな。彼をここで滅ぼさねば混乱が深まるだけだ。分かったぜ。十分に分かった。頭も今の俺じゃあんたにはまだかなわねえ。もっともっと食らってから出直させてもらう。逃がさんぞ。このままのさばらせておくわけにはいかん。が作戦会議したいから中野に来てって。ちょっと顔色悪いけど何かあったの？とにかく事務所に集合ね。詳しい話はそこでってことで。残るロイヤルナイツはあと5体だ。エグザもドゥフトもデュナスもクレニアムも、そしてロードナイトも。うー、
なんか名前だけで強そう。ねえオメガモン、この中に味方してくれそうなロイヤルナイツって本当にいないの？ああ、奴らを味方に引き入れるのは無理だろう。おそらく戦闘も避けられない。そっか、じゃあこのメンバーでやるっきゃないか。でもでもお台場にドドーンと居座ってるエグザモン以外はどこにいるかわかんないんだよね。もしかするとロードナイトモンもお台場にいるかもしれません。え、そうなの？どうしてわかっちゃうの？ひょっとして超能力に目覚めしユーコッチ？姉さんの端末を追跡したらお台場で IP を確認できたんです。それがロードナイトモンのものであると断言は。いや、ロードナイトモンである可能性はそう低くない。暴走状態にあるエグザモンは彼らにとっても無視できない存在だ。何らかの手段を講じ利用しようと考えるだろう。だとするとエグザモンは我らロイヤルナイツの中でも最高クラスの戦闘力を持つデジモンだ。何としてもロードナイトモンの動きを阻止しなければ。では今こそ味方についたロイヤルナイツたちの力を借りるべきだろう。そのようだな。私が協力を要請しておく。ま、そんじゃ決まり。みんな揃ってレッツお台場だ。え、あの具体的な作戦は。そうだね、今回はその場の雰囲気でいい感じに行動しろ。なるほど、各自の判断で臨機応変にということだな。さすがロキア、的確な指示だ。へえ、そうかな、やっぱそうかな。バカップル。君たちが納得する作戦で思うように行動したまえ。私は事務所からサポートする。作戦の性質上非戦闘員は足手まといだろうからな。よし、作戦会議終了。それじゃあ早速。はい、その前に話があるって。嘘、新たがそんなことになってるなんて。デュークモンが彼を追っているのか。人間を理解しようと言っていたデュークモンが刃を向けるとは、彼の身によほどおぞましい変化が起こっていると考えざるを得ないな。タクモ、あのダメなイケメン、略してダケメンじゃ。殴ろう、一人一発ずつぶん殴ろう。そうすりゃ解決するでしょう。あ、オメガモモだよ。全力で一発ね、ノキアが望むとあらば渾身の一撃をお見舞いするよ。だがここはまずお台場に向かおう。エグザモンをロードナイトモンの手に渡してはならない。っていうかオメガモン、やっぱ次からは通信で参加しようね。ああ、承知している。人間をより深く知るため、いつかノキアが言っていたカフェでミーティングというやつを体験してみたかったんだ。無理を言ってすまなかった。うん、いいの。君のそういうとこモエピー超高いから。ノキア、君は本当に器が大きいな。ふん、まあね、アレカップの膨らみは伊達じゃないのだ。
Thank you.